辰巳孝太郎君、はい、日本共産党の辰巳孝太郎でございます驚愕の事実が発覚をいたしました本年2月に名古屋の公立中学校が行った公開事業に、えー、元文科,、えー、文科省事務次官前川喜平氏が講師として招かれたことに対して教育委員会に対して異常な調査を文科省が行っていたということであります大臣この説明を求めたいいと思います林文部科学大臣 今お尋ねのあったこの件につきましては、事務方から説明を受けておりますが、この事実関係の確認として行ったものだというふうに聞いておるところでございます。詳細な経緯が必要であれば申し上げます文部科学省初等中等教育局長、高橋局長。お答え申し上げます。 今回の事実確認は、中学校の授業という公教育の場において、いわゆる天下り問題等に関わって、単に監督責任なく、本議自身の違法行為をもって停職相当となった方を、まあ、どのような狙いで総合的な学習の時間のゲストスピーカーとして招くことになったのか、また、その本議の違法行為などについても十分承知した上で招かれていたのかなど、まあ、中学生という発達段階で、生徒に対する教育について責任を担う学校として、 適切な教育的配慮の下で行われたものがあったかの、まあ、事実を確認するために行ったものでございます辰巳孝太郎君。事実の確認という話がありました、えー、15項目にわたる質問項目であります、この8番を読み上げていただけますか。高橋初等中等中教育局長、えー、8番目でございますけれども 同校に外部講師で依頼をしたのは、具体的にはいつ頃かご教授ください。特に報道によれば、3年ほど前から校長が同うと面識を得て、昨年から依頼をしていたとのことですが、これは事実でしょうか、また校長は個人的な関係をもとに招いたということでしょうか、ご教授ください、こういった質問をさせていただいております。辰巳孝太郎君これ、つまり当該校長と前川氏との個人的な関係について報告せよということですね、こんな事実関係の確認が必要なんですか高橋初島中等教育局長。 今回、どのような経緯でこの方を招くことになったかという経緯を問う中で、その事実を確認させていただいたものでございます。辰巳太郎君。全く必要ないですよ、十二番を読み上げていただきたい。高橋初頭中等教育局長。同市を講師で招いた際の交通費や借金の支出はあったのか、あった場合、それらの金額はいくらか、またそれらの経費はどこから出ているのか、具体的にご教授ください、また同市以外の外部講師の交通費や借金の扱いはどうなっているかも併せてご教授ください。 辰巳幸太郎君なんでこんな事実確認が必要なんですか高橋初頭中等教育局長。あのこれはあの今回の,あの経費について確認をさせていただいたものでございますいい辰巳孝太郎君。理由を聞いております。高橋初頭中等教育局長。あのまあ、今回の、えー、事業に関する、まあ、事実関係を調べる一環として、この経費についてもお聞きしたということでございます。 速記を止めてください高橋初等中等教育局長 え今回はあのこの類似事業についても聞いておりますのでえそういった中で経費についてもお聞かせいただいたそういうものでございます。辰巳孝太郎君全く理由になってないじゃないですか。十五番いかがですか。高橋初等中等教育局長。え十五番目の質問としてはえ学校設置者の名古屋市教育委員会として上記の経緯を含めえ今回の 同志の公演による事業をどのように判断されているのかをお考えをご教示ください、こういった質問をさせていただいております辰巳孝太郎君、これ事実関係ちゃうじゃないですか、これ、前川氏を招いた是非をこれ、通ってるんじゃないんですか、いかがですか文部科学省、文部科学省、初等中等教育局長、高橋道康君え、はい、えあの今回はあの最後にあの名古屋市の教育委員会として、まあ、こういった経緯を含めて、どのように考えているか、そういったことを聞かせていただいたものでございます。 ですからこれ、是非を問うてるわけですね、これ、事実関係や経緯じゃないですね、これだけを高橋道康、等中等教育局長あのこのような、あのこれまでの、えー、と事実関係について、まあ、名古屋市教育委員会についての、えー、お考えを聞いたものでございます辰巳君。 辰巳孝太郎君是非を問うてるんですね。はい高橋諸島中等教育局長。長篠教育委員会は、この学校の設置者でございますので、設置者としての認識を確認させていただいたものでございます。辰巳孝太郎君ですから、これね、およそ事実関係の確認とか把握とかじゃないんですよ。これね、政治の教育への介入ですよ、大臣、いかがですか林文部科学大臣。 あの一般論として、えー、文部科学省が、まあ、必要に応じて教育委員会等に対して問い合わせや事実関係の確認等を行うということは、まあ、あることであるというふうに認識しております。たただあの事実関係の確認を行うにあたってですね 教育現場においてやはり誤解が生じないように、十分留意すべきことは当然であるということでございますので、そのような観点からは、今回の書面についてはです、ね、やや誤解を招きかねない平面もあったと考えられるため、今回確認を行った担当の初等中等教育局に対しては、このような事実関係,事実関係の確認を行う際には、表現ぶり等について十分に留意をする必要があると注意をしたところでございます立浪孝太郎君。 これは安倍政権の気に入らない、歯向かう者には民間人となっても容赦なく攻撃をする、私はこの政権の異常な体質を物語っていると言わなければならないと思います。森友学園の問題を聞きたいと思います。今日の毎日新聞の朝刊では、森友ごみ報告書は虚偽ある、書かされた、この記事が出ました。これ、いわばですねおよそ3メートルより深くにはごみはない、これ、私がずっと主張してきたことでありますけれども、 新たなごみを捏造した。この口裏合わせを。この業者がですね。認めたと。いうものであります。国交省大臣にお聞きします。八億二千万円の値引きとなった積算を行ったのは国交省であります。どう受け止めますか。石国土。あ,あそうですか。じゃあ、すみません。もう一回質問の中。この記事どう受け止めますか。石井国土交通大臣。 あのご指摘の報道があったことは承知をしておりますけれども、えー、内容が捜査に関する事項でありますので、コメントは控えたいいと思います辰巳孝太郎君、ゴミは3.8メートルの地点であったことを確認したんです、ね、石井国土交通大臣あの。大阪航空局の見積もりにつきましては、当時、検証可能なあらゆる材料を用いて行われたものであります。 辰巳幸太郎君写真、あるいは現場で確認したんですね石井国土交通大臣。あの私屈の後現場を確認いたしましたし、その後、えーまあ、写真等がついた報告書等でも確認をしているということであります辰巳孝太郎君。私屈の現場に行って、3.8メートルのゴミを確認したんですね石井国土交通大臣。 あの現場に行ったとき、職員が直接測ったということはなかったようでありますけれども、まあ、現場で実際にその穴を見たと、あの中を見たということと、その後の報告書等々で確認をしたということかと思います辰巳孝太郎君。現場に行ったけれども、メジャーで測っているところは職員は見なかった、なんなんどれで、つまり写真で確認をしたということですか石井国土交通大臣。 まず現場であのう、私窟をされているということと、その私窟の中を見ていますから。まあ、大体どれぐらいの深さかっていうのは、あの想定がつくと思います。で、その上で、えー、メザーを差し込んでいる写真等で、えー、確認をしたかということかと思います。辰巳孝太郎君。会計検査院に聞きます。三点八メートルの写真は、あったんですか。根拠になる写真はあったんですか。会計検査院宮川審議官。 お答え申し上げますお尋ねの点につきましては、報告書におきまして、当該工事写真は、震度を計測するために、氷尺と呼ばれる目盛りのついた測量機材を敷屈した穴に立てかけている様子が写っているものであるが、3.8メートルを正確に指し示していることを確認することができる状況は写っていない。また、28年3月30日に、近畿財務局の職員が現地で確認し、同年4月5日に近畿財務局および大阪航空局の職員が現地で確認した際等に、別途廃棄物 混合度の震度を計測した記録はないことも踏まえると、廃棄物混合度を3.8メートルの震度において確認したとしていることの裏付けは確認することができなかった、このように記述しております辰巳高太郎君。国交省大臣、これ、もし3.8メートルの根拠ない、あるいは業者と口裏合わせをしてたということになれば、これ、国交大臣の答弁そのものが問われることになります。これれ責責任任問題になります責任取られますす取ら石井国土交通大臣 まあ事例いたしましても、委員のご指摘は、あの今朝の報道に基づくものかと思いますが、えー、報道の中身につきましては、これ捜査に関係する事項でありますので、私どもはコメントは控えます。辰巳幸太郎君。財務省、新たなごみはなかったということになるんじゃないですか。大谷財局長。 私どもは当時の現地の視察、それは私どもと国土交通省、大阪航空局も一緒にまいたというものもありますし、それから報告書、あるいは過去の土地の歴史、地歴、あるいは過去の地下構造物の調査、そういったものをすべて総合勘案して、国土交通省さんが算定された3.8メートル、9.9メートルというものを前提に、算定された地下埋設物の撤去費用ということを前提に、こういう作業をいたしております。 辰巳幸太郎君音源テープを渡してあります音源テープあれは口裏合わせではないということでよろしいですね大谷財局長 あの音源テープというものは承知をしております、承りました、で音頭の場合、二ついただいているような気がいたしますので、どちらのことをさせていただいているのか、ちょっと分かりかねますので、えー、何を解いておられるのかということが分からないので、そこをあの確実にしていただければ、ご答弁申し上げます辰巳孝太郎君。渡したのは3月16日と3月30日の音源テープです、口裏合わせが行われたのは3月30日のテープです。口裏合わせありませんか大局長 えー、私ども、3月下旬から4月にかけてのやり取りを、テープを1ついただいたと、それを聞かせていただいていると思ってますで、えー、いつも申し上げておりますが、あそのテープそのものについて、我々は、れは、それはあこちらの了解もなく取られたものであって、我々はあ先方の了解も取らずにそういうことはしておりませんので、そういうものは確認できませんが、確認できない中で、その音声でテープそのものをまあ一応前提として、えー、聞いたと。 いうことを前提にいたしましても、その場のやり取りは、当時、えー、新たな地下埋設物が発見された、それでそれについてどういうふうに処理をするか、そのおある意味で、えー、3メートル深いところと新たな地下埋設物というものの必要な資料なり情報をお頂戴し,しないといけない、そういうことを申し上げていると、そういう状況のときだったと、そういうふうに認識をしてございます辰巳孝太郎君あの。許可なく取られたら言いますけれどもね。 コートが皆さんに渡した音源テープを、つまり改ざん、改変されてる、そういう可能性があるということを言ってるんですか、これは籠池氏が取ったテープですよ、そういうふうにね、テープのね、歌詞をね、刺激する、そういう根拠があるんですか。大谷大局長いえいえ 基本的にいただ、われわれとして、それが本当に御党の,のことを口頭だとおっしゃいますので、それを信用して、われわれはご答弁を申し上げておりますが、われわれとして、それが本当、本当のものとして、われわれがそれが本当に完全に確実なものかということを確認できるかと言われれば、それはそういうことをしていないので分からないということを申し上げているだけのつもりでございます。 松見太郎君石井大臣、国交省にもこのテープをお渡しいたします、これ聞いていただければ、誰もが3メートルより下にごみはないにもかかわらず、あると口裏合わせをした、そういうものが残っております、これ聞いていただいて、月曜日に答弁いただけますね。石井国土交通大臣 あの今までテープをいただいていなかったようですがテープをいただければ大きくするように努力したいと思います高美太郎君公文書管理法の目的をお答えいただきたい内閣大臣官房審議官田中愛一郎君お答えいたします公文書管理法の一条につきましてはこの法律は 国および独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として主権者である国民が主体的に利用しうるものであることに鑑み国民主権の理念にのっとり公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により行政文書等の適正な管理歴史公文書等の適切な保存および利用等を図り もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国および独立行政法人等の有するその諸活動を現在および将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とすると規定されておるところでございます辰巳孝太郎君。麻生大臣の認識を取りたいと思います。この法律の制定時の総理大臣が麻生大臣であります。こののの文書改改ざざんんがいわば歴史の改ざんであり 民主主義の根幹を揺るがすものであるという認識はございますか総財務大臣。これはたびたびご答弁をいたしておると思いますが、少なくとも決裁文書というものの改ざん、書き換え、いろんな表現があろうかと思いますが、そういった決裁文書がすでに出されて、国会に提出された後のものが、一方的に書き換えられるというのは有識みたいだと申し上げております。 辰巳孝太郎君歴史の改ざんである民主主義の根幹を揺るがすものであるという認識はありますか総生財務大臣あの歴史的な話だとは思いますけど歴史の改ざんかと言われたら今はそれほどの認識があるわけだという意識はないと思います辰巳孝太郎君これ全くね認識が足りないと思いますね昨年2月以降森友疑惑は国会で相当な時間取り上げられました国権の最高機関である国会の答弁が 改ざんされた文書をもとに作られたこの責任、麻生大臣、どう捉えますか。財務大臣。先ほどたびたび申し上げましておりますように、こういう決裁が行われた後の文書を書き換えるというような話は、これは有意識に対って、は,なはだ遺憾だということはもうたびたび申し上げておりますんで、私どもとしてもその責任を感じております。 同時にそういった意味で、私どもとしては、こういったようなものが二度と起きないようにするためには、まずはこの事実の解明と、それに合わせて、今後の対策というものをきちんとするというのをもって、職責を全うすべきものだと考えております辰巳孝太郎君。いや、そうじゃないんですよ、私が言ってるのは、大臣の資格そのものがないんじゃないかということなんですね。経済同友会の小林代表幹事は 民間の社長の場合は、自分が知っていようがいまいが不祥事を起こしたら、普通は辞める。辞めるかどうかは政治家の美学だが、監督責任はあると述べました。麻生大臣、2009年、9年前、6月25日の衆議院の本会議、麻生総理時代ですけれども、こうおっしゃられております。本会議で、総理や大臣は会社で言えば、いわば社長。社長は社員を叩くだけでやる気をなくさせて、 これではは社長は務まらない大臣、この考えに今もおかわりありませんか大臣どんな組織の長でも同じような考え方で、少なくとも私、共産党知りませんけど、日本の私どもの経済社会という会社社会の中においては、今言われたような話は、私どもとしては、 普通考えられて、一方的な責任を押し付けないようにするというのは当然のことだというような、これは常に,常に常識的な考え方だと思っております辰巳孝太郎君いや。だったら責任取ってやめていただきたい、それ当然だと思いますね。何があっても責任取る機能ないトップが調査をすると言っても、私は実効性はないと思います。12日に財務省は改ざん認め、14もの改ざん文書が提出をされました。誰が何のたために改ざんしたんしですか太田財務 時代局長基本的に財務省理財局において、えー、こういうことが行われておりました、でその何のためにというご質問でございますが、あ書き換えられたあ書き換え前、書き換え後を比較して、その文言を見る限り、基本的には、 あこれ、2月下旬から4月にかけて行われたというふうにご報告を申し上げておりますが、2月から3月にかけてのそれまでの国会答弁について、誤解をが受けないようにするために行われたものだというふうに考えてございます冒頭、あの財務省理財局においてというふうに申し上げました辰巳孝太郎君、課会のメリットあったんですか太田理財局長。 あの今ほどご答弁申し上げましたように、2月下旬から4月にかけて行われたわけですが、2月から3月までのそれまでの国会答弁に,について、誤解を受けないようにするという考え方の下でやられたものだと思っております、で今ほどメリットと言われば、そういうことを考えて、えー、やったんだというふうに、私どもとしては思っております辰巳孝太郎君。書き換えしなくても通じたという答弁があったと思いますけど。大谷財局長 あの、現時点のと言いますか、あこれを承知をしてから私なりに、あるいはこ、この本委員会でもそういった議論がございましたけれども、書き換え前のものが、あ基本的には、あ その後の国会議論、あるいは報道、あるいはその前からもすでにあったんですが、基本的にはあ説明できるもの、あるいはあ今となっては、あるいはその当時でも相当そうだったかもしれませんが、周知のものだったあものがほとんどでございますので、そういう意味で、えー、書き換える必要はなかったんではないかというご議論があるというふうに承知をしてございます辰巳幸太郎君だから結局、メリットもないのに、ですね単に誤解を受けることがないようにということで、 公文書を改ざんまでする組織なのか財務省はということなんですよ大臣それ信じられますか大臣どうですかこれ麻生財務大臣たびたび申し上げているのと同じことだと思いますが私どもとしては改ざん書き換え等々の決済を押された文書の後をやるのはこれは極めて有識ことだということを申し上げております辰巳孝太郎君ですから私が申し上げているのは公務員がですよ 誰の指示もなしに、メリットも特にないのに、こんな大それたことをやるはずないじゃないかってことなんです、何のために改ざんしたのか、これは安倍昭恵氏の名前があったからに他なりません。総理の答弁、2月の17日ですが、私や妻が関与していれば、総理も議員も辞めると豪語いたしました。この総理の答弁の整合性を取るために消された、この可能性は否定できますか。 大谷財局長お答えを申し上げます。今回、ご報告をさせていただきましたもの全体で62ページほど書き換えのところがございます。 で今ほど委員はあ総理夫人の関係のお話だったというふうに思いますが、あその部分、確かにもともと書いてあった部分が削除になっている部分がありますが、あのご承知のとおり、それは特例承認という決裁で、その部分は経緯が大変詳しかったものを基本的に全体としてほぼ削除する格好になってございます。しかも、全体として62ページのものを書き換えておって、全体としてご覧いただければ、あ大変細かいといいますか、 大変答弁、あるいは将来の答弁を気にして、非常に事細かく書き換えをしていると、そういう状況でございます、そういう意味で、それまでの答弁、あるいはものによっては、今後の議論の答弁、あ展開、あるいは答弁までにらんでということだったかもしれませんが、非常になんというか、心配をして書き換えているということではないかと。 いうふうにあのあの書き換えてること自体は、誠に申し訳ないことなんで、えー、それはもう何ともお答えのしようがないことなんだけど、そういうお尋ねでございましたので、えー、お答えを申し上げさせていただきま辰巳孝太郎君。答えておりません、総理の答弁の整合性を取るために、消された可能性を否定できるかと聞いたんです。大谷財局長 お答え申し上げます一つ一つのどの答弁がということで、えーあれあの、そういうことをやったとは思っておりません、基本的に、えー、国会の答弁、それは基本は、あの当時、えー、特に今回、その書き換えてる部分は非常に技術的な細かいところが大変数としては多くございますので、それを主としていたのはあ当然理財局長であります、ただ、あの総理、あるいは大臣もご答弁ありますので、政府全体の答弁は、気にをしていたということは、それはそういうことだろうと思います。 規定できない否定する否定しないということを申し上げているつもりはありません、基本的にはあ政府の答弁ということが前提でございますけれども、ただ、内容的には大変細かい部分が多くございましたので、その部分、あの基本的に今回の書き部の体操の部分は、あ 言い悪いは別として理財局が、当時の理財局長が答弁しないといけなかったものという部分があ中心、明らかに対象ということではあろうと思っており住太郎君、はい、否定できませんでした。安倍昭恵氏が出てくる公文書、その文書の趣旨をお答えください大田理財局長、えっと。趣旨というお尋ねでございましたが、基本的に特例承認という本庄決済に関わるその決済。 十四の中の一つでございますが、それでございます。あそれとあの、その事前のもの、実質的な一つですが、事前のものとして、その手前で近畿財務局から本省にそのことを挙げないといけないので、そのお近畿財務局から挙げたものについても、同じことが書かれているということでございます辰巳小太郎君、安倍昭恵氏に関するどのような記述があるんですか。 大谷財局長あの大筋基本的に同じですがあの若干相違はございます質問してく具体的に聞いてるのに,いやいやに聞いてくれないどのような記述があるのか具体的に すみません、確認をさせていただきましたんで、えっと、経緯の部分に出てくるところは同じだと思います、でその後ろあの、本省の決裁、最終決裁のところには、学校法人森友学園の概要という部分がございまして、その中に参考として森友学園への議員等の来訪状況というのがあって、そのところに平成26年4月、安倍昭恵総理夫人講演視察と。 いう、具体があるということでございます。辰巳孝太郎君。辰巳孝太郎君。本年四月二十五日から始まる経緯の部分も読んでほしいんですよ。わかります、質問中止。はい,いいはい。大谷大局長。 申し訳ありませんあの、経緯のところで出てくるところを読み上げろということですね、はい承知をいたしました、えーっとえー、っと平成26年4月28日、議員のところで、なお打ち合わせの際、鍵括弧ということはあ、森友学園の側の発言、籠池理事長なんですが、その発言、鍵括弧、本年4月25日、安倍昭恵総理夫人を現地に案内し、 夫人からは二重改革を、夫人の発言ということですが、いい土地ですから前に進めてください、二重改革をとず、とのおお,お言葉をいただいたあかっことず、との発言あり、かっこ、森友学園、籠池理事長と夫人が現地の前で並んで写っている写真を提示、かっことずまるそれからあもう一つ、二十七年一月八日、産経新聞社のインターネット記事、かっこ、産経ウエスト産経オンライン、関西の議論、かっこ、 とずに、森友学園が小学校運営に乗り出している旨の記事が掲載、記事の中で安倍首相夫人が森友学園に訪問した際に、学園の教育方針に関連した旨が記載される以上でございます辰巳孝太郎君、はい、この文書以外に、秋江氏の名前が出るものはありますか大谷財いいですか、大谷財局長。<laughs> 今、読み上げさせていただいたものは、特例承認の決裁でございまして、でこれは本省のものですが、その手前に近畿座務局のものにも同じものが出ています、それからあの今ほどのご質問に、その手前であの答えを徹してしまいましたけれども、学校法人、森友学園の概要というところに、先ほど、一つ前ぐらいのところでご答弁申し上げさせていただいた、その部分が出てくる、それですべてでございます。辰巳太郎君ですから特例 特例承認の二つの文書以外には、昭恵氏の名前が出てこないわけなんですね、これね、特例の条件が昭恵氏であるということは、私は明らかだと思うんですよで、この特例承認に関する公文書の存在を財務省は国会に隠し続けました、疑惑の確信はこの貸付の実は経緯にあるんですね、貸付の決裁文書を国会に提出したのは、いつですか。 太田,田理財局長。お答えを申し上げます。えー、っと情報開示で開示いたしましたのは9月、で国会解散と総選挙といったこともございましたので、国会にご提出申し上げたのは11月ということでございます辰巳孝太郎君。われわれ、売り払いの決議書は昨年5月にいただいております。ところが、売り払いの決議書にはこの特例の文書の、 はごっそり抜けておりますのでこの特例の文書の存在そのものを私たちは伺い知ることはできませんでした貸付のこの決裁文書の方にはこれあるんですねあるんですよしかし我々はこの貸付の決裁文書を入手したのはまあ11月とおっしゃいましたけれども私は本年1月になってからなんですね私たちはこの予算委員会のこれ合意ですよ与野党の委員会の中で 3月の17日にはっきり貸し付けと売り払いの決済文書をいただきたいということを申し上げております。なぜ11月提出が遅れたんですか。小谷財局長。あの当時たくさんの文書情報開示あるいは国会の先生方からのご要請があって、よいよりあの。 提出用意をししておりましたでその中で、えー、マスキングというご案内のことでございますが、作業もあり、そういう中でタイムのものはあ時間がかかって、先ほど申し上げましたように、情報開示も九月になってしまったということでございます、遅いというお叱りれは、それは重々受けます、結果としてそういうことになっているというのは事実でございま辰巳孝太郎君、これ、理由になりません、私ははっきりと貸付の決裁文書を出すようにと、三月十七日に求めております、これ、理由になりません、もう一回答弁ください。 大谷財局長あの委員のご指摘は重々承知をしております、ただ、理由を述べようということでございましたので、理由は今ほど申し上げたことでございます辰巳孝太郎君。いいですか、売り払い決議書はいただきましたが、この特例文書にはたどり着けないんです、それは削除されてたからです。貸付の文書は、これは本省の決裁がいる、この項目がありますから、文書は残ってるんです。 これを5月の時点で、昨年の時点で我々が貸付の決裁文書を入手してたら、この特例の文書についても国会で議論できたんですよ。大臣、これいかがですかこれ安倍昭恵さんのこの文書の痕跡を消すために国会に提出しなかった。こう言われても仕方がないんじゃないですか大理財局長。お答えを申し上げます。あの、大変申し訳ないことでございますが、この書き換えというのは、 あご報告申し上げておりますように、昨年の2月下旬から4月にかけて行われております、で一方で、えー、その情報公開なり国会提出というのは、それぞれのールールに従って、えー、時間がそういう形になっておるわけですが、いずれにせよ、その特例承認ということについて、えー、今ほど来、委員のご質問,ご質問は貸付の決議書の提出が遅かった、特例承認もよってもっと遅かった、で特例承認には安倍総理夫人の方が書いてある。 よってもってという議論だと思いますが、特例承認の時に経緯が大変詳しくて、政治家の先生なりがそういうことが出てきているのは、特例承認だけが、今、委員もお話がありましたように、本省の決裁。 だが最終的になるものでございました、で基本的には近畿財務局だけでありますと、そういうことはなかったと思いますけれども、本省決裁なので、本省は基本的に国会対応をやることが仕事だと、地方支部務局はそれが非常に大きい仕事だと思っております、そういう観点からあの政治の関係のことも非常に詳しく書いてあ、えー、げてき,てきたということだと思っております辰巳孝太郎君。ですから全く理由になってないわけですよ。 亡くなった方のメモには、決裁文書が詳しすぎるから、改ざんを指示された、まあ、こういうことも報道をされております。詳しすぎると不都合なものが削られたわけであります。安倍昭恵氏につながる文書の存在、痕跡を消すために、改ざんを行ったということが、ますますはっきりしたと思います。ここのの真相解明には改ざんを行ったと言われれているこの佐川前理財局長証人喚問必ずやらなければ なりません佐賀前理財局長と安倍昭恵氏の承認喚問を求めますただいまのご要求は、後告理事会で協議をさせていただきます。